事をしてもらっていいかしら。わかった。じゃあ洗濯を干したり掃除をしたりするね。遊びに来たよ。
まあ、ありがとう。それからね、二人に素敵なプレゼントがあるんだよ。なんか聞いたんだけど、双子らしいね。名前は決まったの？そうなんだよ、名前は決まったんだよ。ピーンとランになったんだ。え、ピーンとラン？なんか素敵な名前だね。ありがとう。あ、ドキンちゃんも来た。おめでとう。赤ちゃん生まれたんですって。私持ってきたわよ。あ、ほら、バイキンマンと一緒にベッドを作ったの。わー、素敵なベッド、ありがとう。これは喜ぶよ。あ、じゃあちょっとピンとランもここに乗ってもらおうかしら。ええ、じゃあちょっとピンとランも乗せてみよう。ラン、あ、ランにぴったりじゃない。あ、ぴったりだ。ありがとう、バイキンマンとキンちゃん、素敵な赤ちゃんのベッドを。いえいえ、どういたしまして。また遊びに来るから、困ったことがあればまた言ってね。ありがとう。えらいわね、ちゃんと子供のことや奥さんのことも考えて。そんなことないよ。さあ、私たちはちょっと他にやることがあるから、そろそろ帰るわね。あん、あん、わざわざ来てくれてありがとう。また遊びに来るから、それから様子を見に来させて。何か困ったことがあれば教えてね。俺様はおもちゃを発明するぞ。わあ、それは嬉しいよ。どうもありがとう、今日はわざわざ来てくれて。さあさあ、もう帰りましょう。はい、じゃあね、バイバイ。さようなら。うん。ああ、素敵なベッド。素敵な赤ちゃん。ああ、幸せだな。大きくなったらどんな感じになっていくんだろうな。よし、また僕たちの話も聞いてね。